ベトナム教育出版部版、水行伝小中、金雲明は、19世紀前半に、ベトナムの文人グエンズーが、中国の小説、金雲明伝を本案し、チュノムで記した長編女子誌。チュノム文学の最高峰と考えられ、ベトナムの国民文学的作品とみなされている。作者が付した、本来の題は、団長申請であるが、 複数の番で様々な署名が伝えられており、日本では長らく、金熊明の名で授業されてきた。現代のベトナムでは、キエウ伝が最も一般的な古称である。物語の舞台は、民の火星時代の開封。女性主人公、ブオン・トゥイ・キエウは、弟の友人である、キムチョンと知り合い結婚を約束するが、ブオン家に不幸が訪れる。イ・キエウは、妹のトゥイ・バンに、 キムチョンとの結婚を託し、金を苦面するために身を売る。トゥイキエウアルテンの中で様々な新産を舐めた後、15年の歳月を経て妹や婚約者と再会し、幸せに暮らす。この作品は、青心祭人による中国の祭祀家人小説、金雲アキラデンが元になっている。現状の高官であり、文人であったクエンズーは、この作品を本案し、 ベトナム独特の形式である68体、ベトナム語、th, リットル cb, トン t 68, 六音八音の交互による韻文の詩、全3254行を作り上げた。金雲明というタイトルは3人の主要登場人物、ブオン・トゥイ・ケウに書かれたとされるが、中国へ行く前に書かれたという説もある。 最初の出版は1820年から1825年の間と考えられている。以後、チュノム、クオックグルともに複数の異なる版が出版されており、署名も、カネクモ・アキラ神殿、カネクモ・アキラ神宗、団長神聖など様々である。本案にあたって、ベトナムの俗語や歌謡を組み込んだ、この作品は、チュノム文学の最高峰と考えられ、 ベトナムでは現在も学校教育に使用されている。何人かの登場人物の名前はしばしば典型的な人物像の例えとして用いられ、また若い女性の間ではこの作品を恋愛占いに使用する方法が広く知られている。名実ともにベトナムの国民文学である。観南による団長申請の最初の6行冒頭の6行は塾奥久及び、 関南で以下のように記される。ベトナム語の女子作品の本案元となった中国語の小説作品、金雲明伝》は、近世に満州語、朝鮮語にも翻訳され、現地で本案作品の発展を見た。日本へも江戸時代に金雲明伝》が輸入されており、西田コレノリによる翻訳、通俗、金明伝》、極定和金による本案作品、 風俗金魚伝が観光されている。ベトナム版、金雲明の日本語訳は以下のように出版されている。ありがとうございます。